この動画は歯科衛生士専門学校の公衆衛生の授業のサブ教材です。今日は公衆衛生2問「5」と題して「健康づくり」「ヘルスプロモーション」についてお話しします。移る性質の病気ではなくてもみんなの健康を考えるというお話を。 覚えていますか文化や生活習慣が病気のリスクなりやすさに関係していることがあります例えばあるグループは食事のたびにみんなで山盛りのデザートを注文するこのようなグループに入ればやはり肥満やそれに伴う病気の リスクは高くなりがちでしょうこのように考えると一人で健康的な生活を送りたい場合でもみんなで健康的な生活を送る方が合理的なケースは決して少なくないでしょうこのような考え方にスポットライトを当てたのがラロンド報告ですラロンド報告 これは健康は医療のみから湧き出るものなのかあるいは健康レベルと医療レベルは同じものと考えていいのかという疑問に対する報告書ですもし健康が医療からのみ生まれるものなら医療の発展こそ健康の 源となります。もしそうではないなら医療は健康の源にアプローチしなければ健康を十分にはコントロールできない可能性がありますラロンド報告は若者が事故や自殺で くくなる人が多く高齢者は心臓脳の血管の病気肺のがんなどで亡くなる人が多いという状況を分析し健康は医療だけではなく生物学的要因環境生活様式特に環境と生活様式が健康に深く関わっているということを明らかにしました。つまり医療は環境や 生活様式にもアプローチしないと健康のコントロールに失敗してしまう可能性が明らかとなったのですラロンド報告を受けてヘルスプロモーションのためのオタワ検証が採択されましたオタワ検証では健康をコントロールすることをヘルスプロモーションと呼びその具体的な内容として健康と 深く関係している環境に目を向けて健康的な環境を整備しようそして医療が健康に目を向けるのであれば治療だけに力を注ぐのではなく社会政治経済環境といった健康とつながりのある さまざまな要因にも。力を。注げるように。医療を見直そう。そう。提言しました。医療が。治療だけではなく。社会。政治。経済。環境。に目を向けなければ。どのようなことになるか。を。暗示する。 偶話をご紹介しましまょうふと流れの速い川の岸に立っていると溺れている人の叫び声が聞こえてきましたそこで私は川に飛び込み彼に手を差し伸べ岸まで上げて人工呼吸を施しました溺れた人が息を吹き返すと また助けを求める叫び声が聞こえてきました仕方なしに私は川に飛び込み彼に手を差し伸べ血まで上げて人工呼吸を施しました溺れた人が息を吹き返すとまた助けを求める叫び声が聞こえてきましたもう選択肢はありませんこの繰り返しは 果てししなく続きました分かってください私には上流に分け入ってどんな地獄が彼を川に落としているのか確認する時間なんてなかったのです最後にクイズを用意しました時間のある方はチャレンジをお願いしますそれではチャンネル 登録と高評価を忘れずにチェックして次の動画をお楽しみください。